まあ普通の一般道においてもみんなこうちょっとビクついてるみたいなとこあるじゃないですか。そういう風に思われないようにとか、はい、ね、あとは自分がそういう人に会わないようにみたいな。マナーがいい人が多いですか。マナーがいいっていうよりはこれ本当にマナーをよくしているのか、ただ体裁を保ってるだけなのかって、なんかマナーよく本当にしてるっていうことになるのかな、これは。マナーよくって言ったら気持ちが入ってないとさ、これいけないと思うんですけど、まあ、マナーよくって言えばマナーよくなんでしょうけど、言われないようにね、最初言われないようにみたいな、自分に害が及ばないようにみたいなのは日本人根性としてあると思うんですよ、なんかね。迷惑をかけないからそっちもかけないでねっていう気持ちが、そうだね。だからこの今高速走っててもちょっとなんかみんなおとなしい感じがいや、いいんですけどね、それでなんかおとなしい感じがするね、本心で走ってない感じでしょ。そこまではちょっとさすがに読み取れないけど、冴えてんな。どうなんでしょうね。まあ、今なんかこう未来がわからない感じがあるでしょ、はい、このコロナのせいだと思いますけど、なんかこう割と近い未来のために一生懸命やってる感が僕の中にはあるんだけど、なんか5年後10年後こうしたいなっていうのはありながらも、それがこういうことが起こるとちょっと急に変わるなっていうのが、感じたりして、どうやってこう将来をね、将来に向かっていけば、未来に向かっていけばいいのかなっていうことは思うんですよね。みんなはどう思ってるのかな。確かに、旅を知られるっていうのはなかなか思わなかったですもんね、海外に行けなくなるっていう、まあそれはね、うちがそれをメインでやってるからっていうのもあって、そこまでそんなの、それは想定外ですよ。ここまで世界中に行けなくなる、特定の国に行けなくなるぐらいのことは思ってるけど、例えばね、はい、ね、これしばらく行けないわけで、そしたら冒険用品はどうしばらくどうすんのみたいなのもあるし、まあ変わらず物は作っていくんだけど、なそれにしてもやっぱりすごく制限がかかったような感じになるんですよね。こう移動先が国内はできるようになると思うんだよね。でもさ、その先どうなのみたいなことなんですよ。いやー、どうですか。しばらくその人も街に戻ってこないし、
ダメなんじゃないかな。あのね、京都大阪の方だと思う。京都大阪、うん、はい、で大津で降りればいいと思います。はい、はい、あ、ここでも高速のやつ出てるね。なんか復活しましたね、これ。とりあえず草津田植えではないことは確かですね、出るの。まあ、でも仙台リセットされて本当に世界に行くのもなんか裏面みたいになりましたね、うん、結局一回クリアしてるけど。そうだね、コロナでまた変わって微妙にみんなきっと変わってるんだろうなっていう、ね、だから、あ、ちょっとさ、草津のパーキング寄ろっか、ナビ振っとっか、はい、ね、一回止まって軽く車の中でパパッと降っちゃう、なんかもうすぐみたいな、草津パーキング。いや、そうなんす。だからうちはまあすごい残念な気持ちもあるけど、それだけじゃないから、そのお店だけをやってて閉じる人とちょっと違うんですけどね。めっちゃ綺麗だね、夕焼け、はい、素晴らしい。1時半ぐらい夕焼け撮るね。明るいナビちゃん、アングラーズ語ってて、これをナビに、この後で打ってナビちゃん、はい、ここに喋りながら、福岡のお店だって続けてね、だ商売的なことを言えば取り戻してないから、あそこにかけたいろんな経緯をね続けたいっていうのもあるし、あそこで知り合った人たちとかあるじゃないですか、はい、あ、電話かけた、もしもし、あ、どうもどうも、お疲れ様です。あ、今大丈夫です。うん、なべちゃんが運転してるから、はい、スタッフの子を応援してるんで大丈夫です。はい、あ、お疲れ様です。あー、いいえ、今日出てたいいね、はい、あー、いいね、釣れるといいな、うちらもあ、そうでしょ、はい、はい、釣ってましたって言ってました。釣れてましたけど明日はわからないですよいや、そういうもんなんで、琵琶湖な、どんな釣りでもそうだけど、まあ大丈夫じゃないかな。高速道路草津その先、釣り動画とか釣りの映像で今すごいいいんですよっていう始まる動画ないですもんね、うん、状況悪いもん減衰してて、俺だけど琵琶湖行って50分釣れなかったことってあんまりないですけど、ね、マジですか、本当に10年近く行ったことないですか、なんと。でも思ったより早い時間に着いたかもしれない。あ、本当ですか。うん、いろいろ寄ってた割には結局だって飽きるの出たの2時半ぐらいだと思うね。そうですね、でしょ、なんだかんだやってて、僕が忘れ物したりとかスタバが混んでるとかね、やってたら、そうですね、もう一回また音楽寄ったりとかしてたら1時間経っちゃってるね、ゴシゴシやってたら。確かに部署戻ってあれみたいな感じでしょうね、みんな、うん、あれまだ行ってないのみたいな、もうナベちゃん出てからだいぶ経ってるもんね、あれね、12時半ぐらいで出たでしょ、そうですね、まだいんのみたいなあ、これで出るんだとか、京都東で、ね、あと3キロ、はい、そういうことっすよ、ナベちゃん。まあ、みんな大変なんだよ、うん、ね、総合すると、はい、今クロスガイドと喋ってても、まあ、そういう話になっちゃうもんね。いや、そうなんですよ、だから家庭ミューさんが来てくれてありがたいですと、みんなこう遊んでるとこ見せていかないといけないですねね、はい、
俺もだからね、フィービーの YouTube で、はい、何撮ろうかなってなっちゃうんですよ。なっちゃってんですよ。なんかね、ふわっとしてないですよ。なんか前は、はい、プラ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 して何回遊びも混ぜて東京で過ごしてたのに、東京で過ごしてるのは変わらないんだけど、変に自粛しちゃ、はい、しちゃってて、そのいいのかなこれみたいな。そう、東京にいる間の遊びも自粛しちゃってて、それやっていいのかなということすら思ってしまったんですよ。実は水さんが思うのは相当相当でしょう。はい、あれ、なんか謹慎とも思わないけど、まあそういう気持ちにならないですよ、まず。いや、琵琶湖来たね。去年行ってないのか。そうなのか。でね、あの仕事は身を結ばなかったんですけどね。あ、 46C かなんかが受賞するかどうかみたいな話もあったっすね。9890円です、はい、あのフィッシングショーもあった。フィッシングショーみたいなのがあったんですね。はい、あ、これ湖西道路ってとこ入るんです。はい、ナビ通りに行ってください。どういうナビをするのかちょっとわからないです。ナビに従ってください。はい、明るいね、まだ。もう7時40分ですよ。およそ3もう8時だもんね。横に2丁目を斜め左方向です。何個壊したか。本当すぐ壊れる。宿に着いたんで。そうです。ビューロッチビア、はい、ね、語った本当に語ったです。ビアホのすぐ前ですね。本当だね、これ昼間来たらきっと綺麗なとこよね。はい、このロッチの宿の存在を今まで知らなかったんですけど、なんか良さげよね。はい、すごいフロントの人も様子がいいし、ね、ああ、一番最初にいらっしゃいませっていう人の印象が決まってくるようなことがありました。別に俺はなんか苦言を言ってるわけだ。まあきっとそうだよね。それでどうぞどうぞとかって言う人がいるかどうかで、はい、立ってくる人で、何年か付き合ってたら、まあね、もっと印象って変わってくる。最初ってそれ大事。奥さんも怒られてそう。懐かしいね。懐かしいね。今そういうこともなんかもっと強くとか言うよ。よく覚えてるな。奥さんが言ってました。言ってた。もう怒られた。こっちは手伝ってるのに。うん。怒られた。男の子どうする。ちょっとゆるゆる。はい、そうやってゆるゆる。今回です。それがドラグ。全然ゆるゆるですか。ゆるい。これだよ。これで強いとかなんかもっと強くなる。そう、しかも熱いっすもんね。ドラグを手でやるの。それさ、あのタオルを後ろにあの茶色いタオル。はい。どうにかドラグを。そう。ドラグ調整して。
擦れないいやそう本当だ切れちゃうこうやって怒られるんだこれあいいよいいいいいいすごいいいいいよいいぞあ取れてる取ってる、はい、今取ってます謎の汁が会長会長いいぞなめたまきこれはいなめたまきなんだ久しぶりにモノフィラのラインモノフィラのライン楽だよねスレバルなんだねギアつけなくていいんだでもいいかなそろそろもういいはいもう 150m 前の 100m ぐらい前にいたんですよねあっブラックバスみたいねブラックバスみたいねそういう意味ではどれぐらいぶりですかねやっぱいやだから前年行ってないんでしょだって去年バス3ブラックバス釣ってないんじゃないかな確かに釣ったかないや釣ってない可能性ありますねそういえばサイコに行きましたけど真面目にというか本当に釣ろうと思って釣ってないですあれだって竿を振っただけでしょ竿を振ってルアーのアクションあれキャンプ行っただけでしょそうですねそれぐらいじゃないですかねあれハーレーで行った時だそうそうねはい冬にちょっとコースターですはいですね。ね。はい。あれ、さっきの紙。鍵閉まっちゃったね。はい。なんとなくこの感じ、ザルタナを思い出すという。あ部屋から出た。あ、靴はここにあの。入れました。あ、ミスです。上に。海水浴するんだね、海じゃないけど。ああ、湖水浴ってなるんですね。そうそうそう。でも湖水浴、超気持ちいいんですよ。海と違ってベトベトしないから。うん、確かに。うん。で、水もきれいでしょ。はい。
今年って海水浴ってほとんど禁止でしょ。なんか見たいですね、海水浴場開かないとこが多いっていうのにね、うん、そうするとその周りでやってる人たちも影響受けますよね。旅館とか、そうですよ、海の家もうやるなってことでしょ。そうですね、海の上ですごい売り上げあると思うよ、あれ。あーでしょうね。一日どれぐらいあるんだろう。そうですか、ね、でも50ぐらいあるんじゃないか、50とか100あるんじゃないかとすると、うん、すごい人来ますからね。だから湖水浴といえども、はい、もうないっすよね、やらないでしょうね。そして今の、すごいいいとこにあるんですけどね、あのロッジは、うんうん、あのロッジの人の雰囲気も釣り人から戻ってきますねって言ってるから戻ってきてないねきっと、あ、戻ってきてないんだって思う。うん、そうですね、県外の僕らはまだ珍しいぐらいだよね、珍しさって。釣り以外でここに来るとやっぱ湖水浴ぐらいですよね。観光だと絶対怒られる。まあ比叡山とか京都に行くのにちょっと、まあでもレジャーで湖に来るっていうこともあるでしょうからね、魚釣りをしなくても。はい、うん、俺だって家族でここに来て釣りをしなく楽しく過ごす自信はあるよ全然、うん、うん、こう回ってご飯食べたりとか、はい、回っていくだけでもいいし、もうでも魚釣りやる人琵琶湖来てんのにバス釣りしないのかよってずっと頭の中で思ってる人とかいるでしょうねまあ絶対いるでしょう、せっかく来たのに。もうそういうのはないね、僕が秋田行って八郎潟あともう少しなんだけどなって思ってる。確かに俺なめちゃん秋田行ってんのにえ八郎潟行ってないのっていうのは僕が思うなぜかないまあやっぱりせっかくなんだ、なぜ行かないかって思うその冬だったらもうね、はい、八郎潟は、まあ、諦めつけますけど、お盆に行ってんでしょなぜ行ってないとかって思うんやっぱそこはなかなか、あ、ほら外でやっぱりタバコ吸ってるよ。うん、ほらタバコ吸えないんでしょパチンコ屋。あれもそうなんですかね、今日こっちもそうなんですかね。いや全部でしょ、全国でしょ、日本全国そうなってるんですか。もうそこでタバコ吸ってること自体がおかしい。確かに、わざわざ確かに喫煙所なくてもいいですもん、わざわざ吸いに来てるでしょ。はい、確かに。で東京のそういう様子をライトついてる東京のそういう様子を見たわけでもないんだけど、はいはい、今初めて見たパチンコ屋の外でタバコ吸ってる人。あ、わざわざ外で吸う必要ないのに。確かに、ということはもう吸っちゃダメでしょ。なんか確かに、だから昔のオフィスでその警察のドラマとかでもなんか普通に警察官がスパスパ吸ってたりするじゃないですか、うん、編集のとかだとか、はいはい、そうだね、みんなデスクで吸ってるじゃないですか、はいはいはい、それがなんか信じられないと同じ感じで、そうなるよね、そうなってくるんですね、きっと、うん、これからの世代の人たちは、うん、室内で吸ってる時なんてあったのに、新幹線とかです、新幹線吸ってましたっけ。新幹線は割とね最近まで吸ってたんですよあれ何年まで、20世紀は吸ってましたからねまずで70年代のどっかまで飛行機でも吸ってましたからね。マジっすか。はい、飛行機でも吸ってましたよ70年代の映画とか探せば、だって灰皿ついてますもん、古い機体とか。へえ、ついてるっていうことは吸まあそうです ね、 ね、そういうことだったわけですよ。で新幹線とかももうまだついてたりするじゃん、はい、
いや、いまだにまだ灰皿がついてる飛行機たまに見るよ。マジですか。うん、まだこんな機体飛んでんの。衝撃ですね。衝撃です。そんな感じになるんでしょうね。室内喫茶店でタバコ吸ってたんだみたいな、うん、今だから俺たまたまやめたけどもこの間奥さんと米だったのかな、土日どっちか、はい、シュウ君と3人で楓がなんか大西さんのとこに行ってて、はい、さ あ、やってるね。やってますね。いいね。唐揚げ安いな。唐揚げ大丈夫この590円。安さ出るこれ。もう閉めますみたいな雰囲気ない。あ、大丈夫だね。全然24時って書いてあった24時。うん、バイトの女の子っぽい人が帰りましたさすがに。なんかバイトの女の子っぽいよね。唐揚げ一人でなんかこの時間食べてそうにはないですね、うん、おせバイトっぽい。よし、もう OK。 このままもかし。でもマヨネーズはありますよ。マヨネーズいいね。いや、これね、ロケの時は、はい、気にせず食べれるっていいですね。ロケの時はいいというルールですね。もうし、どうしようもできないですね。うん、うまい。うまい。うん、行きます。それ参加できます。マヨネーズつけちゃう。東京では許されない、うん、まあ誰にダメって言われてなくて自分で自制してる話だよね。はい。鳥はいいですよね。鳥はいい。でもこの揚げてるのが良くない。揚げてるのがダメ。マヨネーズもダメですか。うん、つける必要はない。まあ油背徳の味です。僕もロケ来たら、はい、プロテインも飲まないし、いつものようなご飯を食べることはできないです。確かに。お家で作らないとやっぱり。そしたらみんなでご飯食べる無水なことになる。自分はもういいですから。だからもうそれはしないって決めてるし。なるほど。で僕もロケ行ったら食べたいとか唐揚げ食べたい食べるのが楽しい。確かに。それ明日も。ハンバーガーの予定。そうそう、ハンバーガー。はい、ストレスになる。
でも体がなんかそれで消化しようとするから中途半端じゃないのがいいね。あんちゃんもどうぞ。ありがとうございます。Thank you.